防衛大臣としての職を辞することといたしました。今般特別防衛監察の結果が防衛監察官から報告されました。防衛省自衛隊にとって大変厳しい反省すべき結果が示されました。特別防衛監察において日報データの存在について何らかの発言があった可能性は否定できないものの、書面を用いた報告がなされた事実や非公表の了解を求める報告がなされた事実はなかった。また、私より公表の是非に関する何らかの方針の決定や了承がなされた事実もなかったと認定されております。私自身、報告を受けたという認識は今でもなく、私のこれまでの一貫した情報公開への姿勢に照らせば、そうした報告があれば必ず公表するように指導を行ったはずですが、監察の結果は率直に受け入れます。日報をめぐる一連の問題は単に陸自の情報公開への対応が不適切であったことのみならず、国民の皆様に防衛省自衛隊の情報公開に対する姿勢について疑念を抱かせ、内部からの情報流出を匂わせる報道が相次ぐことにより、防衛省自衛隊のガバナンスについても信頼を損ないかねない印象を与え、結果として国内外のそれぞれの現場で日々任務にあたる隊員の士気を低下させかねないという点で極めて重大かつ深刻なものであると考えております。私は防衛省自衛隊を指揮監督する防衛大臣としてその責任を痛感しており、1ヶ月分の給与を返納することといたしました。さらにその上で防衛大臣としての職を辞することといたしました。先ほど総理に辞表を提出をし了承されたところでございます。